はい、工房節の長さです。くさびと書いて節と呼びます。はい、先ほどねドレチェーレ新型の工房節オリジナルのね新型回転式ペンというやつをね紹介してきました。はい、大変申し訳ございません。本当はね小手に間に合わすつもりでずっと動いておりましたが、まあいろいろトラブルがありまして、本当間に合わなくて、僕の方もね作るのもね200本ちょっとしか作れておりません。はい、ボールペン、ペンシルとね、はい、ポリに対して交換できるってことは、説明していきたかと思いますが、今はねまだごめんなさいこういう状態でおります。はい、クリップがね間に合っておりませんのでね。はい、まあ何が材料あるかっていうこととちょっとごめんなさい値段付けがねクリップがないためねできないっていうかタグがちょっとできなかったので、はい、このままね説明していきたいと思います。基本的にルーチェペンとペンシルと同じ、はい、価格帯でいきたいと思っております。はい、今回のメイン材ですね、少ないんですが、黒炭の小分木ですね。はい、値段ね、つけずに多分その場でやるかなと思いますので、はい、僕に聞いてくださいね。はい、まあ、仮の琥珀ちょっと向こう1本と、ここに、はい、モビンギですね。はい、ピンクアイポリー、バーザインメープラフゼリア、デザート、いや、本当ですね。はい、でチューリップとでこっちがバーツアイローズウッドですね。でヤーンスケールとこれだけかな、違うか、あこれだけ、これだけギジーだ、リングギジー、あとはヤーンスケールですね。でメキシカンキングウッド、そうかまってるんですね。でこれがねサテンウッドのチヂミですね。はい、これね、ハカランダなんですよ。ハカランダ、わかります？わかります？一部コブがいるんですよ、うん。もうここに持ってくるためだけにね、気取って、はい。本当は2本取れたんですよ。でもね、これだけに、はい、なりました。はい。またデザートアイアンで、デレースシーオークですね。そしてバーズアイ。はい、でカリンのコブ木紅白1位ですね。1位、こっちもちょっと削りましたのでまたよろしくお願いいたします。はい、ローズウッドのコブ木です。でシアメイスのね変わり木がいて、まあデザートもうちょっとごめんなさいね。はい、でシアメイスローズウッド、まあこいつらはね、1,2,3,4 バラバラでやってますけど、これストレスカーリーなんですけどめっちゃいいやつ、これは5枚ね。はい、まあ、代わりも風がいてですね、ハワイアンコア、ハワイアンコア、ねトレチェーレはタスマニアンブラックウッドいません、すべてハワイアンコアとなります。はい、こんだけハワイアンコア、ハワイアンコアちょっと多めですね。はい、でカリンの紅白、すげえいいやつも入っております。はい、あのこれとかね、これとかね、うん、まあこれはまあいいでしょう、うん、ちょっとお安く、うん、2本ぐらいか、うん、はい。そして黒柿、クジャクもク、こいつらは、ね、確かねこっちの方にわりかしいいの持ってきたのでね、高いのが揃ってるかな、3万円台から4万円のやつがあったかな、うん、あんまりちょっとくるくるしたくない。はい。デザートアイアンド。デザートアイアンドは最後だね。隙間隙間に入れています。はい。こんな感じで材料用意しております。はい。ボールペン、ペンシル、多分その場で、組み立てます。で、メーカーが欲しい方は別売りできますが、今回はごめんなさい。1人1本ということでさせてください。数が少ないためね、1人が。1本となります。新作でね、はい、今後もどん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 作っていきますので、まあ、材料がね、まあ、こう木軸がこんだけあるという感じでね、覚えておいていただければなと思っております。ではではまたよろしくお願いいたします。